ダン・アリエリーダン・アリエリーは、イスラエル系アメリカ人で、心理学と行動経済学の教授。デューク大学で教鞭をとっており、デューク大学先進墓地や研究センターの創設者、ビワークスの共同創業者でもある。アリエリーが、テッドで行ったプレゼンテーションは780万回以上を閲覧されている。彼はまた、予想通りに不合理、 不合理だからすべてがうまくいくの著者であり、これらの2冊はズル嘘ソとごまかしの行動経済学とともにニューヨークタイムズにおけるベストセラーになっている。父がコロンビア大学の MBA 家庭在籍時にニューヨーク市で生まれた。彼が3歳の時一家はイスラエルへ戻り、彼はラマトハシャロンという町で育った。彼が高校3年生の時には イスラエルの青年運動団体であるハーノアハー・オーベイド・ウェラホメドで活動していた。夜間に行われる伝統儀式のためにクトボットエッシュを準備している最中に彼が混ぜていた可燃物が爆発して彼の体の70%以上がスリード熱症となった。その治療の過程で肝炎を発症。大学院生時代に肝炎が再発したため当時は 実験的治療だったインターフェロンの治験に参加。強い副作用を伴う自己注射を半年にわたって週3回行うという辛い治療を注射の前にレンタルビデオ店で映画を借りるという方法で乗り切り、治験を乗り切った唯一の人間となった。肝炎が感知しなかったため治験はさらに1年伸び、就職活動をしながらインターフェロンに加えて リバビリンも併用することになったが、同様にしてこの知見を乗り切り、肝炎は感知した。自身の著作で、アリエリーは、この経験によって、どのように、どうすれば、痛みを伴う、避けられない治療を患者によりよく施せるかについて、研究するようになったか述べている。アリエリーは、スミ夫人との間に、現在二人の子供がいる。2007年、 デューク大学に職を得て、新婚当時に購入した家を売却して、引っ越そうとしているところに、サブプライム住宅ローン危機が発生。住宅価格が下がり続ける中、アリエリーは、イケア効果の発見者であるにもかかわらず、イケア効果の犠牲となり、不採でリフォームした家の価値を過大評価してしまい、不動産業者の現状復帰のアドバイスを聞くまでに見分の維持費を払い続け、 危うく売り損ねるところであった。アリエリーは、テルアビブ大学で数学と物理学を専攻したが、後に哲学と心理学に転校した。しかし4年生の時哲学をやめて、心理学のみに注力し、1991年に心理学の学士号を得た。またノースカロライナ大学チャペルヒル校で認知、心理学の修士号と PhD を取得している。 ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの勧めにより、1998年にはデューク大学で DBA 課程を修了した。PhD 取得後、1998年から2008年まで MIT で教弁を取った後、現在デューク大学で心理学と行動経済学のジェームズ・ B ・デューク教授職を務める。以前は、 マサチューセッツ工科大学スローンマネジメントスクールで、行動経済学のアルフレッド・ピースローン教授職を務めていた。アリエリーは、経済学の正式な訓練を受けていない、マーケティングの教授であるにもかかわらず、主要な行動経済学者の一人とみなされている。アリエリーは強力なインターネットツールシンプリーの創業メンバーだった。シンプリーは2000年にネトジロに売却された。 2001年にはシンプリーはネトジロからサーチ123という別企業に売却され統合された。元々のメンバーのほとんどは新会社に加わった。サーチ123は2004年にバレックリックに売却された。彼は最初の著書を書いた動機を以下のように語っている。私は認知心理学と経営学の PHD を持っています。 しかし私のしていることは心理学と経済学にまたがっています。私は経済学者が立てるのと同じような問いを立てますが、人々は合理的に振る舞うものであるとすぐ決めてかからずに、どのように人々が振る舞うかただ観察するのです。私は予想通りに不合理に、どのように人々が物事を考えているか、特に金銭的な決定についてどう考えているかを書きました。 私たちが買うものについてです。ある章であるものにどの程度の価値があるかどうやって私たちは決めているのかという問いを立てました。これについて経済理論は非常に単純な過程を置きます。しかし私は実際には私たちはどうやっているのかを問うているのです。予想通りに不合理を読んで人間の不合理な行動を理解することで 人生は悪くなりうるのではないかと尋ねられた。アリエリーは短期的には損をするかもしれないが、長期的には得をするであろうから、実調を読むことでその人の人生が悪くなることはないだろうと答えている。不合理だからうまくいくことについて尋ねられた時には、以下のように述べている。本の前半は職場でのやる気についてです。著書では、ボーナスの本当の効果は何か。 高いボーナスを与えると何が起きるかといった問いを立てました。結果として、ボーナスは人々のやる気を引き出すが、より高い成果をいつももたらすとは限らないということがわかりました。実際にはより低い成果をしばしばもたらしたのです。なぜなら金銭は人々にプレッシャーを与えるからです。本の第二部は、私生活についてです。すなわち、どうやって、 幸せを見つけるのか、私たちの身に生じる良いことや悪いことにどう適応すれば良いかという問いについてです。またそれは感情についての問いも少しだけ含んでいます。マイケル・エス・ロスはズルについて、アリエリーはすべての人にとっての基準を上げてしまった。だんだん競争が激しくなってきている人気の認知科学と行動経済学という分野で、 情熱と賢明さというあまり見られない二つの組み合わせを持ってこれを書き上げた。彼は私たちが誤った考えと不合理性を持っているということを思い出させてくれるので私たちは私たち自身を欺く傾向があるがその傾向から身を守れるかもしれない。と書いている。2008年にアリエリーは共著者のレベッカ・ウェーバー、ジブ・カルモン、ババ・シブと共に イグノーベル医学賞を受賞した。受賞理由は、高価な偽薬は安価なものより効果があることを示したことであった。アリエリーの研究所である、デューク大学先進ゴチへ研究センターは、金銭、医師と患者による、医師決定、不正、社会正義についての心理学といったテーマについて、研究することを目的としている。アリエリーは、行動経済学を ビジネスや政策課題に応用する企業であるビワーアックスインクの共同創業者である。アーミング・ザ・ドンキーズは社会科学や自然科学の研究者にアリエリーがインタビューを行うポッドキャストである。ありがとうございます。